こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です、えー。今日はちょっと気が早いんですけどね、えー、ホリデーシーズンの、えー、出品についての注意点です。えー、まあ今普通にね、えー、アマゾン輸出取り組んで、えー、毎月、まあ、50点以上、まあ大抵はね、えー、手を抜いて3000ドル前後という感じの、えー、会員さんが多いんですけど、その標準的に、まあ、50品以上売ってる会員さんは、まあ、別に問題ないんで、 まあそのペースでね、えー、またホリデーシーズンを待って、ホリデーシーズンが近くなってきたらね、7、8、9でホリデーシーズン用の商品を、えー、ちょっと出品数なんかを増やしてね、新規商品なんかを出して増やして、10月の頭ぐらいにホリデーシーズンの商品を納品するという流れで、また今年もホリデーシーズン取り組んでください。で、問題は、えー、忙しくてね、副業でやってて、 まあ、ホリデーシーズンは、ええー、いいんだけど、まあ、それ以外はあんまり活動してない、ええー、会員さん、えー。今年はね、あんまり活動しなくていきなりホリデーシーズン突入しようとすると、ええー、今まで売ってた商品が売れないとかね、あるいは全くカートが取れないというふうになる可能性が高いです。まあ、最近、新規出品者のね、ええー、まあ、チェック ID の、ええー、提出とか、今までなかった項目が出てきてます。まあ、さらに、 え、出品請求が買ってる商品もね、新規出品者、それからしばらくお休みして、え、販売数が下がっちゃった出品者は、え、ほとんどね、え、出品するものがないじゃないかというようなね、え、状態にもなっちゃってます。だから、一旦お休みしちゃうと、90日間ね、え、50取引以上して、90日間問題なくね、え、活動してもちゃんとできるんだなというところを見せないと、え、カートが取れないと。 ね、出品、出品できない。カートが取れないで出品もできないというようなことになってきてます。そんなわけで、ホリデーシーズンだけがっつり稼ぐと、ね。あとはあんまり、えー、やらずだらだら過ごすという方もですね、取引件数を稼げる商品だけは出品して、毎月50件、このラインは切らないようにしてください。 おそらくね、50件を1回切っちゃうと、また復活するまでね、えー、かなり出品制限かかったり、えー、カートが取れないという状態になってます。えー、おそらくこれはね、Amazon の方の方針変換で、えーまあ、新規出品者と休んでた出品者は、えー、あまり売らせないと。ね、なぜなら、休んでたアカウントの売買があるかもしれませんし、休んでてね、その間に新しい Amazon のね、規約とかについてこない可能性も理解してないと。 アマゾンの新しいガイドラインを理解してない可能性とかもあるんで、まあずっとね、売り続けてる人を中心に販売をしてもらいたいと。まあそれは考えてみれば自然な形なんで、そういうふうになってます。儲かる商品が見つからなくても、売れる商品で50取引をキープすると。で売れる商品そのものもね、あまり儲ける商品とかけ離れてる商品だとね、 やっぱり儲かる商品の方のカートが取れないということになってきます。まあ、具体的に言うとね、文房具とかね、あるいは日用品なんかは利益を度外すれば数は履けるんで、まあそういうのでね、取引件数を稼いで、でも利益はおもちゃで取るといった場合ね、おもちゃの取引が過去にないと、おもちゃのカートが取りにくいということにもなりますんで、おもちゃで稼ぐならね、おもちゃで取引件数を稼げる商品を探して売ると。 いう形をとってください。また、この辺がね、えー、ちょっとうまくわかりませんと、どういう商品を扱えばいいでしょうかという方はね、お気軽にご質問ください。えー、そんな形で、えー、まあ、本来はね、本来というか、去年までは別に今の時期ね、売り上げゼロでも問題なくて、7、8、9で商品探してね、えー、10月でごそっと入れれば、えー、10月、11月だけであ、11月、12月だけでね、えー、結構稼げるんで、まあ、そういうやり方もありだったんですけど、まあ、どうも、 今年は様子が違いそうだと。ね。えー、継続して50取引、最低50取引はしてないと、えー、今までの、ね、実績、問題ね私は問題ない販売者ですよっていう Amazon へのアピールがね、えー、リセットされちゃう可能性がありますんで、取引件数は50件を切らないように、えー、ご注意ください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。